こんにちは。こんにちは。はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもやっぱりそこは正義の桃色。はい、ありがとうございます。 AKB48 の大西桃花です。ということで、今日は朝から撮影が終わって、で今は劇場公演に来て、きなこの卒業公演のリハが終わって今でございます。本当はロビーでしようかと思ったんだけど、もうお客さん入ってるよって言われて無理だった。客席で配信をしています。雨大丈夫だった？いや、やばかったよ雨今日朝。マジで朝一で撮影だったんですね今日。で、まあ現地集合だったから、今日電車とバスを駆使してその撮影現場に行ったんですけど、もうやばかった。傘何回もひっくり返ったもん。もうズボンも太ももからびしゃびしゃみたいな。ちゃんと台風だってなった今日朝。ただの雨じゃなかった。もう今日だから体びっちゃびちゃまあさすがにもう乾いたんですけど、朝だったので。撮影現場からタクシーでこっちに来たので、だから大丈夫なんですけど、もう長袖秋や。そう、今日はちょっとさすがに持ってきた長袖、体冷えるかなと思って。今も外すごい。おー、こんなわかんない。今はわかんないけど、もしどうなんだろうか。持ってきて正解だったね。そうね、そうなんだ。それ持ってきて正解だった。まだ大丈夫かしら。12分のお知らせですよ。劇場公演まで残り1時間28分。残り1時間28分です。久しぶりの軽公演、逆上がりです。間違えないように頑張ります。今日はひなこたくさん映ると思うけど、ぜひ一緒にひなこのことを見送りましょう。
に。もうひなこの卒業ドレスも大西は見ちゃったんだ。ぜひ楽しみにしてください。劇場行ってみたい。寮生活はきちっ、あ、寮生活だと来れないの？劇場来れないの？え、来れないの？寮だと来れないの？そうなの？門限とかってこと？門限があるの？寮には門限があるなら大変だね。昼公演なら確かに。昼公演ある日によかったら来て。門限7時半やって。中学生の門限やそれ。大変やん。夜遊べないね。でもね、門限7時半っていいなって思える日も多分絶対来ると思う。大西は門限7時半だったら今すっごい嬉しい。大西も門限欲しいな。大西も門限あったら夜公園出れない。あー残念。あー残念だ。シンデレラガールだ。シンデレラガール、あれって7時半門限なの？あれでしょ、歌でしょ。11時間近の夜か、夜か、ん、11時間近の19時半、19時半門限の歌、あれキンプリさんのシンデレラガールって、え？え？あ、そういうこと、門限厳しいってこと。なるほど。だけどやっぱりいざとなるとかしたくない。次に会えるゆくすくも、次に会えるゆくすくも、いいな門限。シンデレラは0時が門限、12時だもんね。なんだっけ、12時過ぎればなかったことになってもツンデレラだったっけ。みそのさんの歌でそういう歌があって、それ好きだった昔。知ってる？だって19時半が門限だったらさ、お家帰ってさ、お風呂入ってさ、ご飯食べてさ、あ、寝れる準備できたってなれるのってさ、全然9時半とかに準備終わるもんね、寝れる準備。いいな。いいな。大西も人生の門限つけてほしい。ごめんなさい、門限あるんで帰んなきゃって言える。勝手に門限作ろうかな、大西。勝手に門限作ったら帰れるのかな。ごめんなさい、門限なんでお仕事ちょっと早退し、早退します。
飲みに行けないよって、家で飲めばいいじゃない、アンコール明けももちゃんだけいないパターンだすいません、私はちょっと門限があるのでアンコールはちょっと出演ダメになりました。家好き、家大好きよ、ね、本当に永遠に家にいる。1週間お休みあって1週間お家にいること全然楽しいって思えるタイプだから、そうなんです。だから全然門限あって、昔は嫌だったけどね、遊びたいと思ってたからね、中学生高校生の時はさ、一人時間幸せだよね、幸せ。門限なかった、でももちろん門限っていう門限はなかったな。でも遅くなりすぎたら怒られてたけど、ママーってパパに、少しお前は何時やと思ってんねん懐かしいな。そういう時もあったよね、怖かった喋りそう、きつい、きつい、山西さんに怒られたことないんだっけ。ママにはないかも、わかんない、遅すぎて怒られたことはなかったかもな、ママに。10時ぐらいに一回お家帰った時はパパにめっちゃ怒られた時あったけど、あと何だったかな、一回めっちゃパパにその帰った時刻のことで怒られたことあって、大西テニスやってたんですけど、中学生の時に、でテニスの試合があって、で電車で帰るわって言って、パパかなんかにも多分連絡してたんですよ、今から帰るみたいな。でも大西がその時に一人でそんなに電車に乗ったことがない人間だったから、高校じゃないわ、中学の時だ、中学生の時で、それで電車乗って、乗ったらなんか多分違う電車に乗っちゃって、なかなかなんか駅に止まらへんなみたいなってなって、ほんだらなんかその電車に乗ってた方に、こうやって次どこ泊まりますかねみたいなって言ったら、大阪の地名を言われて、奈良で試合だったんですけど、それこそ奈良のあの JR 奈良駅とか近鉄奈良駅とかのところの上らへんにあるテニス場、テニスサークルかなんかだったんですけど、そっから大阪まで行っちゃって、でも焦ったところでもう止まらないんですよ、その電車がずっとなんか急行だったのかわかんないんだけど、なんか止まらなくて、でめっちゃ行っちゃって、
で、まあ、そっから帰るのにも時間かかるから帰ってってなって結構遅くなったんですよ帰りが。だからもうボロカス怒られて、昔懐かしい、もうその光景を覚えてないけど怒られた。でももうへこんでたのよ大西は。大阪まで行っちゃったみたいな、めっちゃ帰り遅くなってやばい、怒られそう怒られそう怒られそう、帰るの嫌や怒られそう思いながら、で玄関ガラガラって開けたら、もうあの玄関ガラって開けたら、まあなんか廊下がまずあるんですけど、で廊下があって奥の部屋がリビングとかだったんですけど、リビングからパパが見えるんですよ。こうやって寝転がってるパパが、だからもうリビングの向こうからは、あっ怖かったな、怖すぎて多分記憶消去してるけどもうでも大西なんて悪気があっていいんだわけじゃないのよ、バカ泣いたわ。中学生だと携帯持ってないもんなって、携帯持ってたので、連絡もしたの、なんか間違って大阪まで来てもうたみたいな、連絡もしてたんやけど、めっちゃ怒られた、まあ青ちゃんが懐かしいな、懐かしい。パパ元ヤンキー、どうなんだろうね、パパヤンキーだったのかな、わかんないけど、でもパパとパパとパパの方のおばあちゃんのおじいちゃんがとってもいかつくて、だから何か来ても大丈夫っていう安心感はあった、なんか昔からそう、怖い怖いパパおばあちゃんおじいちゃんだったので、そうだから大西ん家強いと思ってた、なんかだからもし何かが来ても大丈夫って思ってた。そうだから一回なんか泥棒がねお家に入ったんですよ、大西のお家に。もし生きてたのかな、その時生きてたか、生きてた、生まれてたか、マジで0歳1歳の時なんですけど、でその時はあの家族とおじいちゃんおばあちゃんと住んでて、パパの方のね、そうで、おじいちゃんが夜目覚めてトイレ行こうとしたんだって、その時で、なんかんだら知らん男の人がお家にいて、そうで、お前誰やってなって、で、あの大西のパパ、あ、息子さんのお友達ですみたいな言わはってるって、その泥棒が。そうで、おじいちゃんが、あーみたいな、パパの名前呼んで、おいねー、こいつお前の連れかーみたいな。そんならパパが起きて、うん、違う、誰や、そいつみたいな。ってなって、わーってなって、なんちゃったんだって。その話聞いて、あ、もう、西んちのこの人たちがいたらもう、安心だってなってた。うそそうなの。おじいちゃん強い、おじいちゃん強いでしょ。でもおじいちゃんとおばあちゃんよく喧嘩してたんだけどね。もうおばあちゃんがボロ勝ちするのいつもかわいそうに。背負い投げとかされてかわいそう、かわいそうだった。本当美味しい。破天荒だよね。そうだからおばあちゃんめっちゃ強い。そうなの。じいちゃんのこと背負い投げしてたんだって。むしゃ見たことないんだけど、ママのエピソードで聞いたことある。うん。強いでしょ。面白いでしょ。
おばあちゃん先生ママ嫁としてビビったよなって。いやでもだからママもママで本当にすごい強いのよ。いやママはでも分かんない、大西家に嫁いで強くなったのかもしれないんですけど、ママもね本当に強い。ママは力とかそういうのじゃないけど、そう精神面が本当に強くなった。母は大西家に嫁いでそうです、本当にすごいなって思う。だからみんなかっこいいやん。そうみんなかっこいいんですよね。お兄さんはお兄ちゃんもね強いよ強いよとか、なでもエピソードとしては何もないかもしれない。お兄ちゃんでも強いのかな、わかんないわかんなかった。あ確かにお兄ちゃんも空手やってたね。あとゲームめっちゃ強いよお兄ちゃん。そう兄ちゃんプロに誘われたことあるからね。ゲームだからみんな強い、大西以外全員強い そうみんな守り神みたいな感じ。だからその中で伸び伸びと育ったから、すごくすごく平穏な毎日でした。今何時、ちょっと時計見ていい？20分か、そろそろ割っとくかな。箱入り娘ちゃん、いやほんとそうなの、そう見えないでしょ。でもねもうすっごい箱入り娘なんです。そうそうなの。小学校1年生の時から6年生の時まで小学生の足で歩いて5分とかだったんですよ、学校まで、お家から学校まで。でも小学校1年生から6年生まで歩いて登下校を許されなくて、お主は。だから毎日車でお見送りとお出迎えしてくれて、そうすごくない今思ったらそうなんです、めちゃめちゃ過保護に育てられたもんです。本当にいやマジで本当に過保護だったと思う。だからどうしても歩いて登校がしたいって友達に相談して、小学校6年生の秋か冬ぐらいに。でほんなら友達がわざわざ学校を通り過ぎて大西んちまで歩いて来てくれて、朝で5、6人の子たちが来てくれて、もも一緒に学校行こうって言って、でもしもママに見てみたいな、友達来てくれてるから歩いて学校行きたいって言って、初めて小学校1年生の入学式以来、入学式はママと歩いていたんですけど、入学式以来初めて歩いて登校したんです。そうめっちゃ友達も本当にいい人ばっかりで、そうだから大西が多分本当に今東京に一人暮らししてるのってマジでパパが生きてたらもうありえない話だったと思うんですよね。ママはすごい大西のママはというか、まあパパもだったんですけど、でも過保護の方が多分勝ってると思うから、パパが多分今でも生きてたら私多分一人暮らしできてない気がする。そうっていうぐらい本当に過保護に育てていただいたんですよね。でもだからパパの写真を飾っておるし、だから出かける前は絶対に
どこどことどこどこ、今日の仕事はどこどことどこどこです、行ってきますっていうのを絶対してて、そうってやったらなんか安心。守りが、うん、強そうですよ。そう、でもだから本当に見えないかもしれないけど、大事に大事に育ててもらったんです、私。そうなんです。よし、ということで、じゃあ大西終わるで、終わるでって、そろそろじゃあランキングの方を1位の方から読んでいきたいと思います。いきますよ、1位コバさん、ありがとう、あ、間違えた、1位コバアットマーク大西推しさん、ありがとうございます。イエイ。そして2位がサトチアットマーク大西軍さん、ありがとうございます。イエイ。そして3位が KTT さん、ありがとうございます。イエイ。そして4位がよっちゃんというももち大好きだよさん、ありがとうございます。イエイ。そして5位がライオンバルさん、ありがとうございます。イエイ。そして6位が、マカロニ48さん、ありがとうございます。イエイ。そして7位がゆみたん、ありがとうございます。イエイ。そして8位がとち太郎さん、ありがとうございます。イエイ。そして9位がおつぶちゃん、ありがとうございます。イエイ。そして10位が、大西かっきゃとマーク大西軍さん、ありがとうございます。イエイ。そして11位が黒柴のりこてんさん、ありがとうございます。イエイ。そして12位がコーヒレンさん、ありがとうございます。イエイ。そしてラスト13位がさとみちゃん、ありがとうございました。イエイ。ありがとうございます。ということで、本日はこの辺で終わりたいと思います。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？んでもでもやっぱりそこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。 AKB48 の西桃香でした。今日も見てくださった皆様、本当にありがとうございました。ということで、本日はこの後、ひなこ、奥原ひなこの卒業公演でございます。